新型 UFO アブダクターがフォートナイトの島に襲来しました。6月22日17時からのアップデート完了後、突如、アブダクターと呼ばれる新型の UFO が登場しました。アブダクターは名前付きの町3カ所にランダムで登場するとのことです。アブダクターの上に乗る方法として現状認められているのは、バトルバスから降下中直接乗り込む。アブダクターが登場している町に降りて上昇気流に乗るという2点とのことです。なお、アブダクターの上にも宝箱やフロア戦利品があり、その他にはバウンサー効果を持つ床があるとのことです。また、ストーム発生時にアブダクターの中心から伸びる緑の光を浴び続けることで、はるか上空に浮いているマザーシップの中に入ることができるという報告も多数いただいております。アブダクターの上からだけでなく、地上からでも入ることができるとのことです。マザーシップに入った後はミニゲームが始まります。制限時間1分30秒の間に辺りに散らばっている星が入ったオレンジ玉、通称ボルトオーブを最大4つ集めます。ボルトオーブは1つ付与された状態からゲームが始まるので、ボルトオーブの最大所持数は5つとなります。集めたボルトオーブの個数が1つ増えるごとに、ミニゲーム終了後、宝箱から入手できる武器のレアリティが1段階上がるとのことです。また、デフォルトの制限時間は1分30秒ですが、時計が入った青玉を1つ取得するごとに制限時間が5秒延長される仕組みとのことです。他のプレイヤーにボルトオーブを奪われないように所持している武器でプレイヤーを吹き飛ばすことも可能です。背負っているジェットパックでは2段ジャンプが可能です。下に落下してしまった場合、5秒ほどかけて自動で復帰します。制限時間が0になるか、ボルトオーブを4つ収集するとミニゲームが終了し、次の宝箱開けフェーズに移行するとのことです。宝箱開けフェーズでは、ミニゲームで収集したボルトオーブの数に応じたレアリティの宝箱が多数出現するとのことです。ボルトオーブ所持数が1個だと白武器、2個だと緑武器というようにレアリティが変化していき、5つ所持している場合は、なんと金武器が取得できるようです。ただし、制限時間が20秒なので、ゆっくり武器を選別している余裕はないとのことです。慌てずに急ぐことが大切そうです。宝箱開けフェーズ終了後は、ランダムで名前付きの街の上空に帰ってきます。グライダーも展開可能なので、落下したい場所に降りたら、いつも通りバトロワに勤しんでいただければ良いとのことです。以上、新型 UFO アブダクターについての報告でした。